ですよね。そうでしょ、なんかこれ春なの秋なの。お疲れ様、お疲れ様。朝からお疲れさんやね。何なんですか、ちょっと急に集められて。ねえ、会議室。ちょっと皆さんにお知らせがありまして、はい、まあ大阪といったら、まあ間もなく大きなイベントがやってくるよね。大きなイベント、うん、ハロウィン。なんでやねん。いや、大阪の間もなくやってくる大きなイベントといったら万博でしょ。ああ、はい、来年だからね。はいはい、万博までも開催半年を切ったかな。ああ、という、そんなわけでちょっと読売テレビのこのアナウンサーの YouTube チャンネルでもちょっと通常の企画と並行して万博関連の企画をちょっとやっていこうかな。おー、いいですね。コブクロが歌う万博ソングをみんなで歌ってみるとか、一緒にダンスをしてみるとか。ダンス、うん、あと当然あの会場のねパビリオンができ始めて取材に行けるようになったらちょっと現地取材もやってみようかな。いいでしょ。いいでしょ。行きたい行きたい。まあせっかくのね、もうめったに来ない万博やから、ちょっと開催に向けて我々も盛り上げていこうかなということで。楽しみ。で今日はね、第一弾として国際交流の場でもあるんで、各国の皆さんちょっと交流しようよって、各国の文化をしようよということで、ちょっとね。あら、私もハローグッバイだけ。大丈夫だよ。ハローグッバイ。出会って別れてる。もうちょっと喋れると思うけどな。食を通じて、ね、得意分野で各国の皆さんとちょっと交流をしてみようということで、関西にあるちょっとこの国の料理食べたことないよねっていうお店を探しといたんで、ちょっとそこに取材に行ってきてもらえればなと。1カ国目は、ペルーにしました。ペルー、ペルー、ペルーってどこ。ペルーは右の方やな。日本中心。日本中心にしたらね、安米です。首都わかる？ペルーの。え、わかる？あの、あれですか、カタカナの。カタカナの。ペルーの首都が漢字やったらびっくりする。私行ったことある。今なんか、あ、今出た。でかい、すごい。諸国はペルー行ったことある？あ、ペルー大学生の時の卒業旅行で。あれよ、マチュピチュ。あー、なんか山みたいなやつ。いや、ちょっとざっくりしすぎてやん、それ。上の方にある遺跡。君もざっくりしてるけど。あと、ナスカの地上絵。皆さん見たことない料理が出てくると思うので、ちょっと美味しい料理を食べながらペルーの皆さんと交流して、ちょっと文化を学んできてくださいと。店員さんもペルーの、ペルーの方です。スペイン語ってこと。ペルーやからスペイン語やね。スペイン語です。オラスペイン語選択。おー、おー、おー、いい、喋れるじゃん。オラ、じゃあ行ってきてもらいましょうよ。ペルー料理ね、食べたことないから楽しみです。私も行ったけどあんまり覚えてなくって。あ、だ、見て見て、アルパカもいる。あ、これアルパカですか。かわいい。え、ペルーってアルパカ有名なんですか。アルパカいる、なんかめっちゃいた気がする。お願いします。お願いします。読売テレビの諸国と申します。佐藤と申します。私はハビです。ハビさん、じゃあ私たちのこと、はい、諸国、ショコと魚です。魚、はい、よろしくお願いします。なんかスペイン語を勉強してたことがあるってさっき言ったんですよ。オラオラ、コモエスタース。お元気ですか。コモエスタース、元気ですか。返事したらestoy bien。estoy bien。estoy bien、元気です。estoy bien。 estoy bien。 おー、すごい、ショコは。しました。はい。お、え、お、なんかシチューみたいな。めっちゃいいですね、いい香り。こちら何ですか。私のふるさとのお料理です。名前はアドボ。アドボ、アドボ、アレキペニ。アドボ、アレキペニ、エレ、アレキペニ、アレキペニョ、ニョ、アドボ、アレキペニョ。サカヤさん、うまいね。ほら。これは何
ですか？豚肉料理です。豚肉なんですね。私のふるさとはチチャで煮込んでるので、も今回は白ワインと赤ワインで煮込んだの。あ、豚肉柔らか。柔らかです。これね、2つに分けられるかなと思って試しにやってみたら、もうさ、簡単に、すごい、じゃあホロホロになってホロホロ生まれてる。うわ、え、めっちゃ美味しそう。うん、うん、うん、ピリ辛。煮込んでるこのお汁に赤ワインの風味と旨味が、この旨味何から来てんの？唐辛子入ってるし、うん、あとスパイシー、クーミンとか、ニンニクとか、玉ねぎ入ってますね、うんうん、これどんな時に食べるんですか？土曜日は遊んで、オンナイトに遊んで飲みに行って、それから水の日は二日酔いみたいです。だからなんかまたもう一回元気になりたいから、これ食べれる。汗出て、その汗出る時は、アルコールも出てくる。だけ結局は元気になる。しじみ汁みたいなこと、日本で言うと。まあ簡単に言えば、そんなイメージ。そんなイメージなんですね。なんかえらい違うけど、でも美味しい。ペルーの人、そんなに土曜日オールナイトで飲み明かしてるんですか？そう、飲んで、踊って、食べて。何歳くらいの人まで飲み明かしてるんですか？いつでもできるの。もう例えばおじいちゃんまでは飲めるわ。あ、おじいちゃんも飲み明かす。そうそう。へー、オールナイト？そう。元気？もう少子化とかならなさそう。確かに、なんか出会いも多そう。多そうだね。今回ね、私たち万博が来年4月に迫ってるってことで来たんですけれども、万博って行かれる予定とかってどうですか？今の予定まだないと思います。でも分からないけど、来年ね、いつも私毎日の生きてるだから、来年分からない。あ、お待たせしました。はい、お、なんだろう、卵オムレツ。アヒレガジーナです。アヒレガジーナ。アヒは唐辛子。唐辛子。ガジーナは鶏、純肉とチーズも入ってるし、玉ねぎも入ってます。なんか色々入ってる。あとピーナスも入ってます。でもこれ赤くないですね、唐辛子なのに。唐辛子は色なの、色、緑とかちょっとなんか人参な色みたいあるし、赤もあります。これは秋アマリオ、広い唐辛子の使ってます。この広い唐辛子は辛い、でもお料理は辛いではないです。あ、これ辛くないんですか？辛くない。辛くないの。へー、いただきます。はい。うん、マイルド。あ、辛くないんだ。全然辛くない。種出して鍋ではボロボロして、だんだんはそれ何回もボロボロしてたらは辛さ下がる。だから子供から大人まで食べれる。そうなんだ。なんかご飯もほんのり味ついてる。ペルーのご飯は味なしやったらあまり美味しくない。ご飯は炊くときは炙り入れて、ちょっとに肉焼いて、あとは塩。ニンニクは辛い胃になるから、またそういうこと。ハビさんって日本に来て何年なんですか？だいたい30年。30年。安全な国ですね。安全。そう、例えば夜も酔っ払っても歩いても、いっぱい例えば財布の中でお金あっても、あまりは泥棒とかあまりないでしょ。そういうところはいいと思います。お待たせしました。なんだろう、これ赤ワインみたいな。何ですかこれ？飲んでみてください。飲んでみる。甘い。え？美味しいです。え、本当コーラみたいな味するよ。うん、コーラみたい。ヒント。ヒント。どれだ。簡単に言えば、トウモロコシからできてるのです。え、トウモロコシ、それヒントというか答えですね。え、トウモロコシなのこれ。じゃあ私の国はトウモロコシは紫トウモロコシもあります。だからその色。その色なんですか。
トウモロコシの味はしない。ベースはトウモロコシ、ほうでもレモン入ってるし、パイナップルも入ってますし、チナも入ってます。トウモロコシって歯に挟まるじゃないですか、うん、紫トウモロコシが歯に挟まったら隠せないですね。何の心配ですか。このお店もね、楽器がいろいろ飾ってあるなって思ってましたけれども、うん、私個人的にめっちゃいい、うん、文化も学べたし、うん、なんか美味しいもの食べられて、ね、幸せだった。ありがとうございます。